10時半。え、言ってたさくら8時に起こせ。知らない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 、マジで言ってた。嘘、 LINE あった。来てる。これ俺悪い。目を閉じてください。真っ暗な暗闇の中に背の低い腰の曲がったちっちゃいおばあちゃんがいるよ。おばあちゃんが口を開くよ。ごめんねごめんね、起こすの忘れててごめんね。おばあちゃんだからね、ごめんね、許して。なんか食べる？なんか出すよ。プリン冷蔵庫の一個俺食べちゃった。いや買ってこようかな、なんか同じやつ。いいね。てない。でも名前とか書いてなかった。これ俺悪いかな。目を閉じてください。真っ暗な暗闇の中に腰の曲がった背の低いちっちゃいおばあちゃんがいるよ。おばあちゃんが口を開くよ。ごめんねプリン食べちゃったんだ。おばあちゃん誰のか分かんなくてね。ごめんね、許して。何、8時に起きて何したかったの？ああ仕事忙しいの。パソ…え、俺線抜いた。怒んないで、怒んなって。目を閉じてください。暗闇の中に腰の曲がった背の低いちっちゃいおばあちゃんがいます。おばあちゃんが口を開き、ごめんねおばあちゃん、どれが何の線か分かんなかった。ごめんね、あの手当たり次第に近いやつから抜いちゃったから。ごめんね、おばあちゃんのこと許してくれる。ありがとうね、ごめんね、許してね。桜がいいならいいんだけどさ、いや俺たまに思うんだよ、俺の手法ずるくない？想像上のおばあちゃんに代理で謝らせるとずるくない？人間さ、その腰の曲がったちっちゃいおばあちゃんに謝られたら許しちゃうじゃん。それ利用してる感じとかずるくない？俺前それちょっとだけ引っかかってて、まあ、そうすればさくら毎回怒り収まるからさ、まあ、それは想像上のおばあちゃんはすごいなって話なんだけど、誰なんだろうな。ずっと出てきてる想像上のおばあちゃんって。いやそれは無理だよ、直接謝るのは無理だよ。俺自分が100悪いなって時じゃないと謝れないから、なんかちょっとでも自分にもなんか擁護できるポイントがあったら戦いたくなるんだ。だってほら朝起こさないとかは自分で起きろよ、なんだよいちいちって。なあ、だいたい8時半ぐらいで自分で起きろよ、なんか5時6時とかで起こしてくれならまだみたいなこと思っちゃうんだよ。プリン名前書いとけよみたいな。だいたいそんな食べられるの嫌だったら次食べとけよ。翌朝まで置いてたらそれが悪いだろって思っちゃう。線とかもなんかそのデータぐらい保存しとけって、どうなっても大丈夫にしとけみたいなこと思っちゃう。それちょっとごめん、俺そういうこう戦いたいみたいな、そういうやましいのかな、そういう気持ちとかちょっとあるから、自分ではなんか自分が悪くなった時にその謝るのが苦手で、いやそれはそのなんつうの、物理的なやつできるよ。物理
現象としてこう腰が折れるとかはできるよ。物理現象として音が鳴るとかはできるよ。でも俺その心からの謝罪ってのができないから。で人間バレるじゃん、そういう物理現象としての謝罪が現れたら人間それ気づくじゃん、これ物理だ。で物理だって気づかれたら俺許してもらえないから、そういう時のために物理で無理なら観念のおばあちゃんでっていう、そういう発想で俺は想像上のおばあちゃんってのを編み出したんだよ。でもあのおばあちゃんに悪い気がしてきた。誰なんだろうな。なあさくら、いつも俺たちが揉めた時にさ、あのおばあちゃんになんかこう仲裁してもらってるわけでしょ。二人でさ、おばあちゃんにいつもごめんねって伝えよう。出すから待ってて、目閉じてください。暗い闇の中に、背の低い腰の曲がったちっちゃいおばあちゃんがいます。想像してください。ちっちゃいおばあちゃんが口を開きます。なんだいおばあちゃん、いつもごめんね。俺たちがそのカップル間でうまく争いを解決できないから、いつもおばあちゃんのことを使う感じになっちゃって、ごめんね。おばあちゃん、そういえば名前とかなんていうの？桜もなんか聞きたいかなって、仲良くなんかなんだなって。黙れ腹渡が煮えくり返っとった。いちいちくだらないいさかいのために私を生み出すな生み出すな。私の名前はフン怒りの象徴だ